ロシアの再氷船、ドアとサベッタの凍った港サベッタは、ロシアのウラル連邦管区のチュメ2州のヤマロ、ネネツジチ管区のヤマル半島北東部の地域。港と LNG プラントがある。帯川の河口に位置し、南タンベースコエガス電に近い。この港は、天然ガスの大規模生産者のノバテクと、ロシア政府の合同事業である。2012年7月に工式が行われたが、 港の建設は2013年夏開始を予定している。年間1650万トンの生産を見込んでいる。1年を通してシベリアの石油やガスがこの港から輸出される。LNG プラントの建設は JGC とテクニップが行う。2014年12月には政府は経済危機にもかかわらずこの計画2500億ルーブルの予算を出している。 2017年12月8日、プラントの第一期と港が稼働開始した。サベッタと大陸の鉄道網を結ぶために32.2億ドルの投資が決まった。ボバンレンコボとサベッタを結ぶ1 8 0トルの鉄道が建設中である。ベルギーのデメが海峡のさらなる春節を行っている。港の凍結も大きな課題である。また、 韓国の大宇造船海洋が15隻の LNG タンカーを建造している。LNG 輸出だけでなく輸入と税関検査も行われる予定である。ありがとうございます。